というわけで、このアルゴリズムの記法を踏まえてですね、その先ほどの、そうか、まずそうですね、長さ K ワードの多倍長整数 A と B の加算を書こうというわけですね。で、一応もう一回復習しますと、その、まあ、A、与えられた数 A と B というのが、それぞれこのようなワードの並びで与えられていて、それに対して、この C という、この C0 から CK マイナス1というワードの並びをどう計算するかというのを、これから記述します。で、それを記述したのがこちらのスライドですね。一応、アルゴリズムの書き方に沿って復習しておきますと、一応アルゴリズムっていう見出しがあって、で、多倍長整数の加算という名前が付けられております。で、入力として、多倍長数 A と B という数が与えられていて、で、出力としては、多倍長数 C という数を出力すると。で、この C はどういう条件を満たすかっていうと、まあ、A と B の和ですよということを意味します。で、じゃあ実際のその制御、処理はですね、どのように書かれているかというと、次の3行で書かれています。まず、ステップ1では、ガンマ0に0を代入しなさいと。ちょっとこの意味はまた後、このすぐ後で説明します。で、ステップ2では、今度は、符号分ですね、繰り返しの制御が入っていますけれども、i が0から k-1 まで1ずつ増加させていくたびに、この ai プラス bi プラスガンマ i という1ワードの加算を行って、その結果を、ci と、それからガンマの i プラス1という、そういう組の、その結果に代入しなさいというわけですね。で、最後、ステップ3では、この C0 から C の K-1 を一つの多倍長数として返すと。で、計算を終わりにします。というふうにして、アルゴリズムが進みます。ここまでいいですか。で、じゃあ一応ちょっとですね、その先ほどのこの図と対応させて、この処理を思い出していますけれども、一番最初のガンマ0に0を代入するとかちょっと飛ばして、まずこの2番目のステップですね。この2番目のステップを見ていきますと、この i を0から k-1 まで増加させていくわけですから、まず最初にこの i に0が入るわけですね。まず i を0と置いて、ここを実行しますから、i を0と置けば a0 プラス b0 プラスガンマ0をの、まあ、単精度の1ワードの加算をまず行います。ですので、このフォア分の最初のステップでは、この一番下の、桁に当たるワードの加算を行っているわけですね。で、あとはそれができたら今度は i を1にして、同じ加算を行うということで、今度はこの部分のワードの加算を行います。で、それが終わったら、また繰り返しで今度は i を1個ずつ増加させていきながら、この各ワードの加算をですね、ずっと繰り返していくわけです。で、最初にそのガンマ0っていうその変数に0を代入した理由なんですけれども、この理由はですね、この2行目のフォア分の中の処理を見てみますと、このガンマ i っていう桁上がりの部分の値を必ず加えることになってるんですね。ところが、先ほどの筆算の図を見て思い出すと、その最下位の桁っていうのは、もともとその下の桁からの繰り上がりがないわけですね。ですので、そこだけちょっと例外なので、ここではその繰り上がりがもともとないんだけども、こういうゼロというのを加えるということにして、そういう書き方をしますと、その、2桁目以降の、ワードの加算と処理を合わせて書くことができるようになります。こんなんで意味通じましたでしょうかね。だからその最下位の桁でもの、その処理もこのフォア分に含めるためにこのガンマ0っていう変数を用意して、まあ、そこに0っていう値を代入しておいたというわけです。ここまででしょうか。はい、ということで一応今日の目標はですね、この多倍長整数っていうのをその計算機のメモリ上でどのように表現するか、それからそのじゃあ実際にその加算を行うためにどのようにその加算を行うかと
その加算を行うためにどういうことをすればいいかということで、まずはその CPU のレジスターの役割を紹介しまして、でそれでその1ワードの加算の仕組みを見ていきまして、でそれをもとに、多倍長整数の加算の原理を見ました。で、今度はそれをそのアルゴリズムの形で、記述するために、そのアルゴリズムですの書き方です、アルゴリズムそのものですか、それから疑似コード、制御構造といった話をして、で、以上を踏まえて、今回やりました、その符号なしの多倍長整数の加算のアルゴリズムについて、説明を行いましたという流れになっております。大体今日の内容このぐらいなんですけれども、何か質問などある人いますでしょうか。はい、じゃあ、次回ですね、次回はこの続きでですね、計算量の話を中心にしていきたいと思います。まずその計算量の概念について紹介した上で、今回の授業で行いました、その多倍長整数の、加算の計算量を、評価します。なんかテキストとしては、まだ 2.2 節までは入らないんですけれども、その前のところで計算量の話題があったと思いますので、その辺のところを予習する人は確認してきてください。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。